どうも、エンジョイライフの国さんです。今ですね、私は成田空港の第2ターミナルに今おります。それでね、今回の動画のご紹介なんですけども、成田空港のね、近くにスーパー銭湯ができたっていうので、そちらの方をね、そこまでの道中どうやって行くのかっていうところと、そのスーパー銭湯ができたという施設の中のね、ところを紹介したいなと思ってます。そこでね、そのスーパー銭湯の中にカプセルホテルがあるらしいので、そちらの方をね、泊まりたいと思ってます。ちなみにね、スーパー銭湯の名前なんですけども、成田空港温泉空の湯というところになります。ではね、そちらの方に向かってみたいと思います。それでは行ってみます。まずはじめに国際線到着ロビーのところから外を出まして、ここのね、横断歩道を渡ります。そして渡り切ったらここを右に曲がります。そして喫煙所が見えるまでずっとまっすぐ行きます。で、喫煙所が見えたらここ通過してまたさらにまっすぐ行きます。そうすると23の B のバス停の隣に銭湯行きのバス停が確認できると思います。この23の B というところに無料のね、シャトルバスが来ることになってます。こうやって看板がありますので、で、所要時間が10分、送迎料無料、それでね、時刻表が載ってますんで、だいたいね、毎時間で20分と50分ですね。17時の時だけ17時ジャストのやつが来ることになってて、17時の時は3回ですね。それ以外は20分と50分に来るような感じになってます。シャトルバスの待つところの看板の紹介はこんな感じです。はい、シャトルバスが来ました。こんな感じですね。乗りたいと思います。今回初めて銭湯行きのシャトルバスを利用したんですが、新車かと思うんですけども、そのくらい綺麗なバスでした。それと車内では BGM が流れてましたね。そして乗った時には外が暗くなっていたので、空港の街灯のおかげか和むような風景を楽しみながら温泉へ向かうことができます。それでは空の湯さんへ向かいましょう。ではね、成田空港温泉空の湯の方に着きました。外観はね、こんな感じでね、結構大きいですね。できたのがね、2019年の確か12月の18日とかってホームページに書いてあったので、3ヶ月前ぐらいにオープンしたスーパー銭湯ですね。はい、ちょっとここにね、なんかフィットネスクラブみたいなのもあります。じゃあね、ここでね、カプセルホテル一泊していこうかなと思います。はい、空の湯って書いてますね。いい。こっちはマッサージですね。はい、こんな感じでマッサージがありますね。こんな感じになってます。で、ここが入り口みたいです。はい、やります。はい、館内に入ってきました。目の前にあるのが食事処で、その右側がマッサージですね。受付が目の前にあって、そしてこの右側のゲートがね、温泉やカプセルホテルを利用する方の入場ゲートになってます。そしてこんな感じにね、ピッと押すとゲートが開きます。そしてね、この建物は3階建てになってまして、1階にはね、カラオケルームなんかもあります。そして2階にはカプセルホテル岩盤浴があって、3階には温泉があるような形になってます。それで2階のね、奥の方に来ましたら、カプセルホテルの入り口がありました。カプセルホテル北斗星ですね。入ってきましょう。ではね、こっちが男性の部屋ですね。向こうの赤いのは女性のカプセルホテルになってます。じゃあね、入ってみたいと思います。どんな感じなのか。ご利用時間はね、7時から翌朝の9時までになってるみたいです。いや、店内めちゃめちゃ綺麗です。消毒液も置いてありましたね。で、お手洗いですね。ゴミ箱、燃えるゴミと
燃えないゴミが置いてありました。はい、で洗面台が7個ですね、あります。自分の泊まるところは317号なんで、ちょっとそちらの方行きたいと思います。今回自分が泊まる場所は317の上になりますね。すごい綺麗です。じゃあ行ってみますか。よいしょ。おー、すごい綺麗です。匂いもね、無臭で新築感がありますね。このね、枕も結構反発があるような感じの枕です。硬すぎず柔らかすぎずぐらいなレベルの枕ですね。ちょっと中入ってみますね。はい、今ね、カプセルホテルの部屋の中のね、紹介をしたいと思います。まずね、入り口がこっちなんですけども、これのね、入ってね、すぐ右手側の方に鍵付きのね、ロッカーがあります。結構こんな感じであります。結構ね、ポリバッグとか入っちゃいますね。上にね、ハンガーをかけるとこあるんですね。で、こっちもこんな感じでね、ハンガーをかけるんですけども、すっぽり入っちゃいますね。はい、次なんですけども、こっちがね、くぼみの棚がありまして、物が置けるような感じになってますね。これ結構あると助かりますね。それとUSB ポートが2つあってコンセントで、これがねダウンライト、これですね。でこれが換気扇です。でその隣が上のここの間接照明のやつの明るさを調整するやつですね。こうやると明るくするとこんな感じになってます。で換気扇がねここについてます。あの受付でもらったバッグなんですけど、中身を紹介したいと思います。このバッグの中に入ってた中身の紹介になります。まずはじめはね、つなぎの上下ですね。はい、それに耳栓が入ってました。でそれと歯ブラシですね。あと歯磨き粉入りの歯ブラシ入ってました。でそれとあと大きなバスタオルの一つで、それよりちょっとちっちゃめのバスタオルですかね。はい、それが1枚と、あとはお風呂場で使う小さいタオルですね。はい、が入ってましたね。うん、これがね、バッグの中に入ってたもの全部になります。はい、それとですね、実際のこの寝るところのスペースなんですけども、寝るところの長さの部分なんですけども、私が身長173センチなので、173センチの人が寝るとどのぐらいのスペースになるのかっていうのをね、確認したいと思います。実際に寝てみたんですね。で寝てみたら、足を立てるとまだ全然余裕あります。なので足伸ばして、あ、やった、当たったかなぐらいですね。自分の頭はね、ちょっと余裕あります。なので、多分身長180ぐらいまでの人だったら、ぴったしぐらいになるのかな。ちょっと身長190とかあると、ちょっときついかもしれません。寝るところはね、こんな感じです。はい。あとですね、掛け布団の方なんですけど、こちらはね、厚さ的にはそんな薄い感じですけど、室内がね、結構あったかいので、うん、これ1枚でも十分足りるような感じだと思います。はい、じゃあね、部屋の中の紹介はこれで以上になります。これからね、ちょっとお風呂の方に入ってこようかなと思います。その後ね、食事する場所があるので、そちらの方に行ってご飯食べようかなと。そのご飯の方もね、メニューとかあったらね、こちらの方もね、紹介したいなと思います。はい、お風呂の方にね、入ってきました。まあ、お風呂の中はね、撮影禁止なので、中はね、皆様にはね、お見せすることはできないんですけども、感想を言いたいと思います。まずね、一番の欠点なんですけども、男性だったらヒゲ剃りですね。それがですね、受付で払った時に歯ブラシしかないんで、持ってきた方がいいかと思います。実際にね、私は持ってきてなかったので、
ここでね、買いました。自動販売機で売ってたので。で、これがね、600円なんですよ。めっちゃ高いっす、600円だったらね、ちょっとね、ジュースね、120円のやつ5本買えちゃうんでね。まあそんなちっちゃいこと言っても知らないと思うんですけど、でもこれ600円はちょっと高いので、事前にね、持ってきた方がいいかなと思います。それとね、お風呂結構いろいろあるんですよ。冷水だったり、あとは源泉かけ流し風呂、あとはね、壺のね、お風呂ですね。あと一番良かったなっていうのが、高濃度の炭酸水のお風呂です。で、それが今まで自分スーパー銭湯結構いろいろ行ってるんですけど、今まで行ったところだとちょっと炭酸がね、弱いんですよね。ここのやつはね、すごい炭酸がめちゃめちゃ高濃度なので、入った瞬間すごい体の中にシュワシュワーってすごいになるんです。それがすごい気持ちいいんです。はい、これ高濃度炭酸風呂はね、それだけのためにね、ここの銭湯に来るっていうのも、まあ、悪くないかなと思います。今までの炭酸のお風呂の中ではここが一番最高でしたね。はい、すごいいいと思います。お風呂に入って思ったことっていうと、その2つぐらいですかね。はい、それではね、お風呂出てきたので、これからね、夕飯の方を食べに行こうかなと思ってます。ここはお食事処天の川っていうお店の食事処になってますんで、そのお店はね、ラストオーダーが10時、22時で、23時、夜の11時にクローズっていう形になってしまいますので、今の時間がね、もう少しで10時になってしまいますので、早めに行ってね、ラストオーダー前にちょっと注文しようかなと思ってます。それではちょっと夕飯食べに行っていきたいと思います。はい、はい、ではね、メニューの紹介をしていきたいと思います。はい、1ページを開きますと、とんかつ、生姜焼き、豚キムチ、あとカレーなんてありますね。はい、次のページいきます。チャーシュー麺、ラーメン関連ですね。で、あとはハンバーグセット980円なんかあります。それとね、あとはうどん、そば、あとはチャーシュー丼とか天丼とかですね。はい、こんなのもあります。でね、あとはおつまみ関連ですね。焼き鳥、ウインナーとかね、とちお揚げっていうんですかね、これね、とちお揚げを今回は注文してみました。あとはね、焼き鳥の塩ですね、頼んでみました。あとはね、330円のおつまみメニューなんかもあります。あとお子様セットやデザート関連、あとはね、こんなご飯物もあります。で、最後はね、飲み物関連ですね。結構ね、飲み物関連意外と豊富でしたね。はい、こんな感じであります。あとはね、限定のメニューですね。今ね、もう3月下旬なので桜の季節なんで、桜関連の限定ドリンクなんてね、ありましたね。あとね、ここのお店のね、売れ筋ランキングなんていうのもありました。こんなのもあります。あとね、注文方法はこのタッチパネル式で注文する形になってましたね。はい、これでね、以上でメニュー関連の紹介は以上となります。はい、風呂上がりといったらこれですね。いただきます。くー、もう最高。はい、つまみといったらこれですね。いただきます。うん、まあまあっすね。はい、これが新潟県長岡市とちお地区発祥の油揚げで、とちお揚げになります。通常の油揚げと見た目は変わらないかと思うんですが、何が違うんですかね。はい、箸でね、とりあえず持ってみました。持ってみた感じなんですけども、結構中がね、ふわふわしてます。ではいただきます。味の感想はね、外はサクサク、中がふわふわって感じで美味しかったです。そして口の中に油揚げが入ってる時にビールいっちゃいます。
くー、 うまい。以上で食事どころの紹介は以上となります。値段はちょっと高いんですけども、まあ味は良かったと思います。以上です。それとですね、この温泉にはフリー Wi-Fi がありました。こんな感じでね、説明書が記載されてありますのでね、接続がとても分かりやすいような感じになってます。ではね、回線速度を調べてみました。今表示されているのが、これドコモの 4G のこの回線を使うと下りが 55.89 で上りが 6.67 になってますね。はい、じゃあね、次ね、ここのねフリー Wi-Fi の回線を使ったらどのぐらいの回線速度になるのかっていうところをね、ちょっと見てみたいと思います。はい、ではね、ここのねフリー Wi-Fi を使って回線速度確認してみたところ、下りがね 17.74 メガで、上りがね 126.80 ですね。ここのフリー Wi-Fi の回線速度はこんな感じですね。はい、次はですね、お休みどころという休憩スペースもありました。こちらもねご紹介したいと思います。はい、窓の目の前にあるリクライニングシートに座ったんですけども、景色はねこんな感じで綺麗だったですね。はい、それとね、左のこの緑のボタンをね押しますとライトがつくような感じになって、こんな感じでね読書できるライトがついてましたね。はい、それとね USB ポートがありまして、その左にはコンセントもありました。でその下はねボリュームってなってるんですけども、これはねテレビのボリュームが調整できるような感じになってます。それでスピーカーはね、この私の頭のね左右にねスピーカーがついてるような形になってました。周りのお客さんに配慮したスピーカーの設置になって、これは大変いいと思いました。では次にね、座ってる状態なんですけども、こんな感じで足を伸ばしてゆったりと座れることができます。このシートはね結構座り心地が良かったです。はい、それと入り口にはですね、こうやってブランケットも置いてありました。それではね、以上でお休みどころのご紹介は以上となります。次はね岩盤浴の紹介になります。それではね、中に入っていきましょう。で、入ってきますと右手側がね冷風室になってます。でこの自動販売機の逆側、こちらにはロウリュがありました。あったんですけども、掲示されてる紙の通りで中止になっておりました。いつ再開するのかは記載しておりませんでしたね。それでね、ロウリュの中はねこんな感じになっておりました。はい、次に隣の方なんですけども、こちらはねヨガをやる部屋になってました。スケジュールとかこんな感じで記載がされておりました。で中はねこんな感じで広いスペースみたいな感じになってました。はい、そして奥の方に行きますと女性専用の岩盤浴の部屋がありました。はい、そしてね女性岩盤浴の奥にはね男性用の岩盤浴があります。それではね、中の方をご紹介したいと思います。それでは中に入ります。中に入りましたらね、こんな感じになってました。結構広いです。それではね、2階の方行ってみましょう。2階行きますとこんな感じにね、こちらの方でも岩盤浴結構人が入れるようなスペースになってますね。それとね、真正面に見える1階のスペースの方なんですけども、そちらの方もね結構スペース広かったですね。以上でね、岩盤浴の方の紹介は以上となります。はーい、ではね、今23時ぐらいになっちゃうんですけども、まだ早いんですけど、もう寝ようと思います。では皆様おやすみなさい。
ですよ。これからね、朝の8時までだったら銭湯に入れますんでね、ちょっと入ってこうかなと思ってます。はい、店員さんの方が終わりました。レシートはこんな感じになってます。カプセルホテル4500円でしたね。これ一般の価格で、会員になるとこの4500円からもうちょっと安くなるような感じみたいです。成田空港からね、到着して一泊してから帰るとか、あとは前日にねここのホテル泊まって翌日成田空港でフライトでは飛行機乗っていくという形で使うにはまあいいんじゃないかなと思います。はい、ちなみにね、朝になったので周りが建物とかよく見えるようになったのでちょっと撮影してみました。入り口がこんな感じで、ここはなんか美容室ですかね。カット1200円、カラー1700円って書いてありますね。はい、ここは10時6時でやってるみたいです。でこっちはねスタジオ M&G って書いてあって、ここはねゴルフのシミュレーターですね。11時営業の22時終了、受付8時までって書いてありますね。こんなところもあります。金額はね一部屋貸し切りで平日が1時間1800円で、土日祝日だと1時間2000円ですね。延長すると30分ごとに平日は900円で、土日祝日は1000円ですね。税込みと書いてます。まあこんな感じであるみたいです。はい、それとね、昨日の夜暗くてここ明かりついてなかったんで分かんなかったんですけど、レンタロードバイクですね、レンタルのロードバイクが借りれる場所がありました。ここはね営業時間9時から5時まで、料金がこんな感じになってますね。はい、サイクルベースクーリンっていうところですね。こんな2人乗りの自転車なんてありますね。ロードバイクたくさんあります。はい、それとねこちらの温泉施設の方から成田空港の第2ターミナルの方に向かっていく無料のシャトルバスの時刻表の看板ですね。どうなってるかって言いますと、朝の5時10分から始発は出てますね。はい、それで毎時間ごとに10分40分で1時間ごとに2本ですね出てますね。最後の終電の方は24時40分まであるみたいです。はい、じゃあね看板の時刻表はこんな感じです。はい、ではね総評になります。このね成田空港温泉空の湯さんをね、今回中に入ってるカプセルホテルを一泊してきました。まずねこの施設全体の感じなんですけども、12月18日3ヶ月前にですねここオープンしたばかりで、とても新しい建物なのでとても綺麗でした。そこはすごいいい点ですね。成田空港の方からここまでねシャトルバスで10分っていう形でここに来ることができますので、まあね成田空港からね飛行機でね帰ってきて疲れを癒すという上では10分で来れる場所なのでとてもいいんじゃないかなと思います。それとね中の今度温泉の方なんですけども、温泉の方はちょっと欠点な部分は最初に申した通りひげ剃りですね。ひげ剃りがとないので、それはね事前に持ってきた方がいいと思います。ここで買ってしまうと600円かかってしまうのでちょっと高いかな。はい、男性はねひげ剃り使うと思いますので事前に持ってくるような形でしてください。それとね良かった点なんですけども、高濃度炭酸泉の温泉がねとても高濃度の炭酸だったのでとても気持ちよかったです。外の露天の方なんですけど、露天のお風呂に浸かりながら飛行機が見れます。はい、今こんな感じでね飛んでますけど今着陸ですね。はい、なのでねとてもこれもね成田空港近くにある温泉としてまあならではという形でいいんじゃないかなと思います。でカプセルホテルの中もねとても綺麗でぐっすり眠れて、布団もねすごい良かったかなと思います。はい、それとねご飯どころの方なんですけども、そちらの方はまあね至って普通かなと思います。味は悪くはないです。はい、だけどまあとびっきりすごい美味しいというほどでもないかな、まあまあみたいな感じですね。まあねこんな感じで以上となります。はい、
それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったなと思いましたら高評価、それとね、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それではまた、バイバーイ。